言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。 BE:FIRST の、ね、新情報が入っておりますので、語らせていただこうと思っているんですけれども、途中でセミが鳴くかもしれません。実は2回撮り直してるんですけどね、もうでもしょうがないんでね、この時期夏だから、そんな感じですよ。はい。でね、今回の2つの情報として、まずはりょうきくんがカウントダウン TV ライブライブに出るということ、 BE:FIRST 名義ではなくて別の名義で出ますということ、それから BE:FIRST の新 CM が決まりまして、そちらあの曲を使用ということと、もろもろ動画とかインタビューとかも上がっているので、結構いい感じでね、新コンテンツ供給が来ましたという感じかなって思います。そして、一つ目ですね。りょうきくんの話。BE:FIRST名義ではなく別名義ということですが、つまりその、主導さんですね。Ado さんのうっせぇわを作ったプロデューサーでもあり、ご本人もミュージシャンとしてやっていらっしゃる主導さんですが、主導さんとりょうきくんで、カウントダウン TV ライブライブに出るということになります。カウントダウン TV ライブライブの予告編の方で、その告知もあったところがありまして、YouTube の方でも予告編見れますので、それも一応上げておきますね、リンクの方に。さらに、酒造さんのポストでその件を紹介してくださっております。なお、酒造さんは初歌番組なんだそうですね。緊張します、かましますみたいな感じで言ってくださっていますが、はい、ということで、なかなか彼にとっても主導さんにとっても一つのでかいものだっていうことですよね。はい。で、8月5日に TBS カウントダウン TV ライブライブ出演決定。 BE:FIRST のりょうきさんと京都フィートりょうき from BE:FIRST テレビ初披露。はい。 TBS カウントダウン TV ライブライブ8月5日月曜日19時から21時ということです。カウントダウン TV ライブライブはね、アーティスト同士の絡みっていうものはあまりないですけども、エンティームとかミーアイとかも出るようです。はい、ぜひお楽しみにと言いますか、楽しみにしましょう。8月5日ですからね。私も行く予定の8月3日にはロックインジャパンがありまして、8月はね、もうフェスウィークでございますね。ウィークじゃないね、フェスマンスでございますね。なので楽しみにしていくのと、テレビとかでも楽しみにしていきましょう。はい、こちらが一つですね。続きまして、 BE:FIRST の新 CM でございますね。ユニリーバージャパン60周年記念ということで、グローアップユアセルフキャンペーン開始、自身を磨き続け世界へと挑む BE:FIRST をキャンペーンアンバサダーに起用ということで、これがBE:FIRST を起用してくださった理由といいますか、そういうところのようです。インタビューだったりとかメイキングも上がっていますので、リンク貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいんですが、なんか安心しますね。 LA でオープニングアクトでがっつりとかましている BE:FIRST を皆さんのファンカムで見たりもしておりましたが、やはりこうね、ちゃんとわちゃわちゃしているっていうところもありつつで、で結構久々のかしこまった現場みたいなところで、7人がこう手を前に組んだりして、すごいとても緊張して、ちょっと小さくなっているのが可愛らしいと言いますか、そういうところも感じました。でもそれは最初の方でね、だんだん話していくといい感じで打ち解けてきたと言いますか、そんな感じで、なんかそこだからいつも通りの、でもこれね、私が言うよりもね、皆さんで見てもらった方がいいと思います。ちゃんと BE:FIRST がね、BE:FIRST してましたんで、この言い方もどうなのかなって思うけど、はい、わちゃわちゃしてました。はい。で、PR タイムスさんのニュースがありまして、これね、いいねができるんですけど、ハートマークがあって、なんかね、ネットでも紹介されてたし、私も確かめたんですけど、なんかね、いいねが、結構、連続でできるんですけど、これってもともと仕様なのかな。てか、もうすでに、もう、一番いいね以上いってますね。やばいですね。はい。で、こちらの方ですけど、ユニリーバージャパンカスタムマーケティング株式会社ということで、日本展開60周年を記念し、7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST とコラボレーションしたアニバーサリーキャンペーン、グローアップユアセルフを開始しますというね。はい。
ライブリアップユアセルフっていうビフォーボブマーリーのね曲がいきなり浮かびましたが、そこではありません、うん、そんなことわざわざ言わなくてもいいですよね。グローアップユアセルフなんで、もうね察しのいい方はもうご存もうなんとなく分かってますね。この CM はグローアップ BE:FIRST の楽曲グローアップが使われております。はい、いやいいですね。もともとはねシングルカットをする勢いで作った曲という形でスカイハイも言っていましたし、今度のアルバムにも収録されているグローアップですがね、なんかこうグローアップが収録されて SOS とかないんだなみたいな感じの話でコメントでもいただきましたが、こういう理由もあったんでしょうね。やはりこうCM で使われるっていうところもあって、うん、セミが鳴いてますがもう仕方ないですね。ここまで話しちゃったから多分小さいから聞こえないと思う。はい、でまあそういうのがありまして、でこちらが8月1日木曜日からキャンペーンが開始で、ユニリーバ全製品を応募条件分ご購入いただくと抽選で豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンがスタートするほか、 BE:FIRST人気楽曲グローアップの音楽に合わせメンバーそれぞれが個性を生かし新しい自己表現に挑戦したスペシャルウェブ CM を7月23日火曜日より公開いたしますと。ウェブ CM という形の話ですので、テレビ CM の話っていう形ではないのかな。ちょっとまだねこちらの方ではその形が流れていないのですが、まあとにかくもうウェブ CM 見れますね。もう23日ですから。はい、で自分らしさをテーマに BE:FIRST とのコラボレーションが実現みたいな感じで書いてありますし、ラックス、ダブ、ネクサス、クリアなどのブランドなどもろもろ、まあとにかくね日用品ですから私らはねよく使うものですね。でダブに関してマナト君がそのダブを使っているっていうところから含めてインタビューでもその辺の流れの話はされておりました。でBE:FIRST のことも紹介してくれていますけれども、BE:FIRST は自身を磨き上げ上り詰める、だけど他を蹴落とさず自分のナンバーワンに誇りを持ち他の人が別のナンバーワンであることを尊重することをネーミングに込め誕生したダンサーのボーカルグループ。これね読んでみてそんな感じだったかって思って、つまりそのナンバーワン、自分がナンバーワンであるっていうことを自分たちで他の人をリスペクトっていう部分だけど、要するに別のところでナンバーワンであることを尊重するっていうことですから、それぞれのナンバーワンがあるっていうねことでもあるし、それは私たちとしても一般人の私たちとしてもいろいろな局面で使っていけることあるかもしれませんね。私自身もねこれすごくいいなと思って、そもそも BE:FIRST というかザ・ファーストのところで、まあ、スカイハイのオーディションに興味があったっていうところもありますが、もともとはねそこから来たとはいえ結果的には理念といいますかそこに惹かれた部分がありましたからね。キャンペーン概要が PR タイムズさんの方でも書いてありますけれども、実施期間が CM はもう見れますが8月実施期間、キャンペーンの実施期間は8月1日木曜日から9月12日木曜日になっています。PR タイムズさんの方の記事に詳しく載ってますので下の方に行くと見れますのでぜひ見てください。はい、で BMSG フェス賞の応募締め切りは8月31日までみたいな感じでいろいろ書いてますね。で対象商品はバセリンを除くユニリーバ全製品ということと、でユニリーバメンバーズ登録後キャンペーンウェブサイトより応募フォームに必要事項を入力し対象製品を購入したレシートまたは納品書もしくは明細書をアップロードっていう形でやるそうです。で BMSG フェス賞がこれはもう結構これやばいですね。 BMSG フェス24 BE:FIRST パートリハーサル観覧ご招待30名様、なんとこのキャンペーンでリハーサル観覧ご招待があるということでやばいですね。 CM だけでもやばかったけど、それをメインで語るつもりだったけど、これもう一つのメインになりますね。はい、で税込み1000円以上ご購入ということです。まあ1000円以上いけるでしょうね。で BE:FIRST 賞が税込み800円以上ご購入でメンバー全員直筆サインプラス当選者名入りオリジナルポスター10名様、
つまりあれですね、みんなの7人のサインと一緒に当選したあなたの、当選した方の名前が入るという BE:FIRST の名前と並ぶということですよね。で、グローアップ賞、税込み500円以上ご購入、オリジナルクオカード500円分500名様っていうことですね。はい。で、もうすでに、ポスターといいますかね、そちらのビジュアルも載っておりまして、クオカードもありますね。はい、ということになります。いやー、いいじゃないですか。とてもいいじゃないですか。はい。で、それもありつつで、オリコンニュースさんの方の動画を2つ載せておきます。インタビュー動画と挨拶からのメイキングみたいな感じで、アドリブパフォーマンスみたいな感じですけど、こちら PR タイムズさんの方の記事からもいけますけれどもね、ユニリーバーの方の公式のやつで載っております。はい、という形になりますね。もろもろ紹介してまいりましたけれども、まあ、まず涼希くんが手動さんと一緒に8月5日カウントダウン TV ライブライブ出演ということが一つ。そしてユニリーバージャパン60周年記念グローアップヨーセルフキャンペーン、グローアップの楽曲を使用して CM がもう見れるということと、インタビュー動画は見れるということ、わちゃわちゃで楽しかったということと、で、キャンペーンの中でね、3つほどありますが、その中で BMSGFES24 のリハーサルの観覧をできる人が30名いるということで、いろいろとありますね。はい、楽しいですね。という形で紹介させてもらいました。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、 ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。